あなたの役割は死に夜になりました。そのままお待ちください。そのままお待ちください。朝が来ました。初日の襲撃はありません。6番さんが発言します。はい、お願いします。まあ、精査の基準なんですけれど、まあ、明らかに、こう、盤面に即してない発言してる人は黒く見ます。ね、なんだろう。占い師3人出てんのにグレー詰めようとかっていう人、僕はそれだけで黒く見ます。で、その次に、筋が通ってない人、様子の取り方がおかしい人っていうのを黒く見ます。で、視点更新、をしない人も怪しいなって感じますし、視点更新するにあたって筋が通らない視点更新してる人ですね。なんか無理くり黒要素を拾ってとか、無理くり白要素を拾ってとか、そういういびつさを拾っていって、精査していきたいなっていうふうに思ってます。グレツリの盤面だったら騎士は出るべきだと思ってる人です。よろしくお願いします。あなたの発言です。はい、筋が通ら、6の中の筋が通らないが分からないけど、筋が通らない、まあ、嫌いな人なんだねっていう、うん、はい、まあ、ただ、いろいろ手の内明かしてるよなっていう、いろいろは述べてる人だなと思いますけども、はい、そうやね、まあ、分からない。その、ろくろの中の筋が通るか通らない。まあ、信仰がおかしい人は、確かに怪しく見られるから、普通の信仰取ったらいいんじゃないでしょうかね。21はグレーで、22は霊能で取ったらいいんじゃないですか。三周はまあ、基本占ない。よっぽどの時代があったら三周のグレーあるけど、よっぽど信義のあれがあったら。はい。まあ、視点更新はなるべく測った時がいい方がありますよね。うん。だから、まあ、思考ロックで、本当に合ってる時もあるけど。はい。まあ、考えは変わっても、まあ別に悪くはないんでね。はい。8番さんが発言します。はい。そうですね。6番さん、7番さんは2周目のグレースケール聞かないと分かんないんですが、まあ6番さんに関しては基本的なセオリーと言われている安定進行をぶらすのはやめようって黒く見るよっていう部分で、結構6番さんなんか、忠実にそういうのを再現させていくような人なんだなって思うのと、まあ、なんだろう、多分6番さんが言ってるのを言葉を変えるんであれば、整合性っていう人もいると思うんですけども、筋を通してしっかりっていうのは理解できますね。で、7番さんは6番さん2周目って感じだと思うんですけど、まあ、思考ロック別にずらしてもいいよっていうのは、6番さんは思考ロックをせずに視点更新をしようって言ってる人だから、その発言もちょっとなと思ったぐらいで、6番さんはグレー釣りだったら騎士は出るべきだと思うっていうのは、なんか6番さんが何で言ってるのか全然わかんないですけど、あんま言わない方が良かったのかなっていうことぐらいです。以上です。9番さんが発言します。はい、占い三四郎です。三四郎、いや、まず言うと、678って正直おかしいことは言ってない。まあ、当たり前のことを、かつ、まあ、あえて言うんだったら、まあ、無理やりある発言ではあると思うんだけど、まあ、正直ちょっと引っかかってんだよね、6と8が。6番に関しても、占い3周でグレツリ持っていったら、もう絶対、その人、人外します、とか言ったっけ。今、長番言ってる通り、場合によっては、この人は絶対信切れる占い。っていう感じでグレツリー持っていく場面もなくはないと思ってるから、
そういう強い思考を持ってますよってアピールにも聞こえなくもなかった。8番に関しては、最後に言ったこと、なんだっけ、あ、やべ、なんだっけ。あれ最後の精査でちょっと引っかかったけど、忘れた。やべえ。思い出したら2周目でもう一回言うわ。ああ、ない。1番さんが発言します。はい、1番です。よろしくお願いします。まあ、9番さん長々拍しました。まあ、別に特段初週で、まあ、絶対に世代を共用すとかなかったんで、またこれたら2周目精査すればいいかなと思ってます。まあ、私はね、なんか6番さんの言ってる、なんか、なんだっけ、進行を、通常の進行でしない人を黒く見るって言ってたんですけど、私はあんま好きじゃなくて、これ7番さんも言ってたんですけど、あなんか絶対に芯切れるところとかね、まあ、なんか、ここずった方が、まあ、全視点で視点進むし、まあ、最終的なこと考えたら良くない時もあると思うから、なんか、6番さんの進行、私はあんま好きじゃないし、なんかもうちょっと柔軟に行けば良くないと思っちゃいました。まあ、別にそれで人道とか持ってるわけじゃないですけど、私はなんか結構そういう進行をしたくなっちゃうから、まあ合わないかなと思っちゃったけど、それぐらいかね。まあ、8番さんも特にないかな。まあ、ただなんか8番さんが若干疲労っぽいなって思ったのが、まあ、6番の振り方なんですけど、ちょっと時間なくなっちゃったんで、まあ、あったら2周目言います。はい。その疲労要素聞きてえよな。7番、89の違和感と1 の, そのプラス要素、8に対する。8から6の疲労要素は言ってないんで、聞かなかったことにします。第一の要素、まあ、なんか、セオリー運の話になってて、全く色が落ちてないと思ってる。まあ、占い師もまだ1人しか受賞しないからいいと思うけど、なんだろう、まあ、発言云々の精査って、あんまり人外探すの適してないと思ってる、議論だと思ってるんで、省略すると、まあ、なんか7番さんに関してはなんか若干言いたいことがまとまってない、もしくは緊張してるっていう感じはありましたぐらいかな。まあ、6、8、1、7全部2周目だけど、なんだろう、うん、ほんまになんか思考回路としてはどうでもいいんで、緊張はしていないですね。まあ、比較役職者が言ったところの投票はプラスは欲しくないと思ってます。自分は絶対ランステージ以外と入れたい意思表示とかじゃなくて、まずは投票を絶対行わしたいので、それだけ守ってください。例の者です。以上です。こんなに緊張してた？全然。3番さんが発言します。まあ、8番さんに質問があると、7番さんに何か言ってた、なんだ、6番さんは指定講師行ったけど7番さんは思考をずらす、なんか違いが大した。なんか、どういう表現を使ったか、まあ、違う、視点更新ではいけなかったんだ。6番さんが視点更新大事、まあ、7番さんが進行ので思考をずらすのは大事って言ったけど、いや、それは違うでしょみたいなことを7番さんに言ってたけど、視点更新ので7番さんの表現は。なんか、それを言って、なんか、大した違いじゃないし、言って、なんか、本当に違和感に感じたのかな、そこがって7番さんに思ってるから、なんか、どうでもよくない、そこ。だから八幡さんにはその違いを説明してほしいなと思いました。で、一番さんは8から6の拾う要素って、拾った要素ってこと、拾う要素ってなんか途中で切れたから分かんないけど、8と6に拾う感じたってことではないよね、一番さん、まあ、そんな感じですね。以上です。4番さんが発言します。はい。まあ、多分1番が8番に拾った要素って、6番に対して、やめた方がいいと思いますよっていう触れ方が、8番が狼だったら6番のこと叩けるだろうだと思うから、それが軽率かなと思いますよ。私、その要素を抜き取って、8番が6番に向けきらないけど、6番の正しい要素を拾って、まっとうになろうとしてる人外像はあるかなと思ったんで、まあ、8番って本当、色落ちはないんですけど、8番が狼だったらそういう思考でやってる可能性もあるかなっていう感じ。7番さんはさ、6番さんのなんか発言を抜き取ったとかじゃなくて、なんか思考の回避とかもなくて、たらたらとなんかすごい独り言を喋ってたような感じだったんで、色を落とす気がなさそうなんだろうな、7番ってって思いました。ああ、どうすかね、まあ、9番が狼だった時は6番8番はあるかもなぐらいと思ってましたけど、なんか6番8番には叩く要素ないみたいな感じが。
5番さんが発言します。6番は安定進行マン、7番はトリッキーなプレーでも可能マン、1番は6番に対して安定進行だけ、頑固な安定進行だけは、それではどうなんだろうって疑問唱えてるマンですよね。だから 6と対比してる1番ってことですよね。ただ俺気になったの3番さんなんですよ。ただ視点更新っていうのは前提に物事があるから、それを否定して更新する、それが視点更新ですよね。7番とか1番が提唱してるトリッキーなプレーっていうのは、別にもう最初から別にもう、なんだろう、いろんなベクトルで考えてるんですよね。視点更新って物事の前提があってから、それは違うって自分の更新するから、それを一緒くたに視点更新と安定進行みたいなのは、なんだっけ、思考変化か、なんかそれは同じだって言ってるのがちょっとね、3番さんが引っかかってるんですよ、ね。うん、物事に前提があるからね、思考更新。6番さんが発言します。三使用盤面っていうのが村にとって一番強いと思ってたんで、それを狙って僕は一周目潜伏してます。トップバッターだったんで、途中の位置だったら使用してましたが、狼っぽいとこつって狼だって見えたらストップしてグレー詰められるしっていう考えです。まあもちろん新老老かもしれないっていう、村の考えあるんで、2日目で、1日目狼釣った場合で2日目グレー釣って釣れなければ、占いローラーっていうのも全然ありだと思いますが、うん、っていうところで僕は潜伏してました。5番強陣だと思ったところは、あの盤面上9番って位置隠してる盤面で、その白先の3番ばっかり打ってるのが、僕白知ってるんですけど人外っぽいなって思うんで5番強陣だと置いてますが4番まで出てきたんでなんだこれはってなってます。とりあえず4番の CO を無視してた時、1周目の最後に思ったのは、9番狼っぽいなって思ってたんですよね。9番が強陣だった場合、7-8でローローが固まってない状況、7-8ローロー9番強陣でない限り、1-2-3-4に潜んでる狼が使用してくるだろうと思ってたんで、9番狼っぽいなって思ってたんですよね。で、9番の狼置いたときに、8番相方なさそうだなっていう思考が巡ってます。雑なぐりにしても、8番とライン切りたいんだったら、要素忘れたわっていう話にならないと思うんで、ライン切りメインで考えてるんだったら、8番殴りを。いう点で。ただ、4番が出てきたんで、この盤面交差ぐちゃぐちゃなんですよね。っていうことが、起こりうるので、僕は発言、なんだろう、遠方地とかだったら占い師使用するんですけどね。初手なんで僕は黙ってました。4番の潜伏理由は何なんでしょうね。あなたの発言です。はい、4つって、1進進行して、ほぼ6進で、いいかなっていう感覚ではいますけど、まあ6、9、1を置いときますけど、4番釣ります。4番はもう話、わけわかんないんで、私への精査がなんか。6番しか話してないから、その6番について話さないと何の意味あるの ?6 番の話聞かないで自分の進行論だけ述べる。うん。そんな人はやばいでしょ。6の話をずっと話すんですよ。発言してたゲームでしょ ?6 番しかいないんだから。6番どんな人なんだろうって考えなきゃいけないから。4番釣ります、まず。わかんないです。8の人はどうなんでしょうね。聞いてなかったんじゃないですか。思考ロックをしていい時もあるけど、視点更新を図っていい時もあるよっていう話だから。はい。5番の人はわからない。もう、9が三四郎の状態でエンド1でも言いたいことを言いたい人かもしれない。はい。あと意外と、わかんない。が、3とかのラストウルフ考えたら、3クエスチョンっすけど。あ、4番まず釣って、1進進行これ確定で。あ、釣らないですよ、4番白でももう1番は。はい、無理です。1番別に黒いと感じてなかったんです、僕は。1番羊かなぐらいで。あっちの広い人聞きたかったなぐらいで。だったら別に話聞けてない人ぐらいのもんで置いときゃいいかなと思って。ました。はい。なんでも、まあ、4番はわかんないです。騎士でやる意味ないんで4釣ります。そして、はい。1進進行いきます。はい。
8番さんが発言します。まあ2番さんが一角してるんで2番さんの指揮に任せて占い師から行くのか棋士から行くのかって流れは2番さんが決めてくれればと思うんですけど、若干7番さんが4番さんの新切りが早いのかなと思うのは、7番さん目線で4番さんが気に食わない動きをしたっていうのもそうなんですけど、4番さんが何者でこれをやったかってことなんですよね。占い師のままでも良かった盤面でわざわざ棋士すらをしたって、6番さんが新占い師なのか測るためにやっていた可能性もあるし、6番は変なことをするなって言ってんだから、出てきて何のためにやったの。9番さんが本当のご主人だったのに、何の話も聞いてないでしょ、教授かなんかだろ、6番さん教授だったりとかっていうのも考えなきゃいけない。話をまともに聞いてないからもうちょっと3番さんにアンサーなんですけど、発言聞いてる6番さんは、まあ、7に対する生産がもう適当すぎるんだろうかもしれないですけど、6番の話をすっ飛ばして俺が勝手な進行の言えつも、まあ、視点を変えるのもいいと思うけどねっていう言い方をしていたから、そんなやつの方がやばいだろ、それ6番さんが言っていたことを7番さんなぞってるのかなっていう、なんかちょっと言葉尻だけなんですね。で多分9番さんが思い出せなかった部分っていうのは、自分が言った6番さんに対して、ね、6番の発言をなぞってる、むしろなぞりながら自分の言いたいことを6番の発言を通して自分の意見を表明する場でしょ。悩ますために言わない方がいいのかなって。なぞってるんじゃ6に近かったってことでしょ。多分そこが9番さん引っかかったんだと思うんですけど、そこで精査するんじゃない？ 6 と7は近かったとか、例えばブラフというか布石なぞっているならば、なぞっているようなところじゃなくて結構変わってたと思うけど、6と7は言っていた可能性もあるし、6番さんしか聞けてないですけど、2周目すごく良かったなと思うのは、9番狼だとしても8番なさそうっていう論もすごく分かったし、うん、5番さん狂人って追う必要ないのに追っていたところもなんか結構新っぽくは見えたんですけどね。はい、まあ2番さん任せます。9番さんが発言します。はい、ありがとう。8番それだったわ。認知の盤面で、棋士設定をしいっていうのは、普通に考えて何もおかしくもないし、叩く様子でもないのに、それに引っかかってる8番がおかしかった。ありがたいんだけど、8番結構変だなと思ってて、少なくとも4番っていうのが、じゃあ仮に新棋士だった場合、6番っていうのが占い師として出た場合、4番っていうのがそれを見てから書く時間はなかったから、6しろって準備してたわけよね。そもそもその時点でも出てないことでもほぼほぼ占い師に切れるはずだとは思ったんだけど、なのに話の途中で騎士として逃げました。8番はそれは4番が狼か騎士か分からない場面で7番新切り早いんじゃねって言ってるけど、狂人か狼か関係ねえだろ、4番のどこに新要素があるわけや。俺4狂人だと思ってるよ。4狂人で6番の話聞きながら、ああやべえやべえ、もう騎士としてなんかすらしようって言った4狂人やろ。6番に関しての偽要素としては、5番狂人かもって言いながら、あ、でも4が出てるよね、あ、やべえ、わからんって言ってるけど、6番冒頭でなんか進路路とかもありると思うしって言ってないよね。6時点で4番が6しろ言ってるってことは、4級の進路路も十二分に見えるんじゃねえの。なんでそこでなんか慌てるわけ。8番のそういった7番への指摘とか、4番への精査の仕方とかが結構人外っぽく見えて、6八路路4級あるかなって。7番に関してワンチャンあるとしたら、占い釣りになった場合の6番を擁護するために、4番絶対強人やから4からでもいいやってことで、まあなんだろう、自分の白アピールに使った可能性はあるけど、それよりも今の8番が臭いかなと思った。まあいいや、2位任せるわ。1番さんが発言します。はい、よろしくお願いします。4番さんは中身は、結論に私は狂人かなと思ってるんですけど、なんか4番が狼だった時で、なんか6級ってか4番って6番に白打ってから、6番が占い師をしてる上で6番に白打ってるからそれとしてるのが、なんか6番が4番が狼になった時に、だって情報釣りとかいう観点で9番から釣られた時ってなんか破綻するからなんかって思うから、私は、どっちかっていうと狂人でやってるのかなと思っちゃうわけね。思ってるから6級進路なのかなと思ってて、ただなんか6番と9番の話聞いてたんですけど、なんか2-1に行ってわりかし占いから処刑入ったりするから、あんまりね、なんか6番9番でどっちが偽だろうみたいなのなかったから、なんか私は割と4番から釣ってほしいなと思ってて、4番から釣りでいいよ。7番さんが4番の損切りにするっていうのは全然ありがたいことだし分かるんですけど、確かに比べた時にね、ただなんか7番がなんか4番の
安全の男性ファンも一番の方に聞きたいって決まってんだろ。だけで思考が終わってるので、私は結構微妙かなと思っちゃってて、4番が悪い。4番の中身まで見て、だって7番さんでさ、最後の方の発言って、まあ、一番残してよくて、まあ、1周目の時点でなんか、一番が、まあ、話が、あてかあれだわ、8番の披露要素言った方がよかった。私が初週に、8番は特になんもないけど、まあ、強いて言うんだったら8番が披露っぽいなと思ったやつは、8番が狼だった時に、なんか6番の役職について若干触れにくいかなと思ったのね。まあ、ただ、まあ、なんともないけどっていう前提を置いてるから、まあ、別に8番が初週時点でめっちゃ披露って思ったわけじゃないので。ごめんなさい、時間なくなっちゃった。はい。2番さんが発言します。はい、進行としては騎士ローラーですね。今日は騎士4番1番に投票してください。明日残った票に投票で、3日目に、占いの決戦信用勝負にしてもらいたいと思ってます。で、4番1番残った方は2番護衛せずに好きな方の占い師を護衛してください。翌日にグッジョブが起ころうが起きないだろうが、護衛結果を提示してください。で、時間があれば必ず護衛理由を言ってください。はい。まあ、4番さんに関しては、まあ、西だった場合、強靭薄いんじゃないと思ってて、まず4番さんは、2周目すぐに4番、6番って占い師をしたじゃないですか。で、6番の最後の方、100秒のうちの最後の方になって、キスらしたじゃないですか。強靭だったら、そこまで待つ必要ないと思ってるし、もし4が強靭で、1周目9が1人自称しとったら、4強靭だったら安牌で3に白刺すんじゃないって思ってしまうから、4は偽だったら強靭は薄いんじゃないと思ってしまいますよ。別に9から釣り入ろうがいいかなと思ってるから、私はね、そうチャレンジしてもいいと思ってるし、だから4を偽だったら強靭は、私だったらスライドしないかなと思うから、いや4番がどういう理由でスライドしたかによるんじゃないの。はい、2周目でスライドすることによって新占い師の真意を高めたかったとか言うかもしれないけど、それだったら平和村になった場合って、9番の平和村だった場合、あなたが占い師をした場合ってスライドして、狼がカウンター CCO で騎士 CO したら、あなたの真意を片落ちするから、やってることって理由聞かないとわからないですよね。はい、41ローラで明日翌日残った方、護衛は69どっちか。はい、以上です。3番さんが発言します。うん、5番さんに聞きたいことがあります。8番さんの発言どう思いました？なんか多分ね、5番さんはちゃんと聞いてるんだ。5番さんなら分かると思うよ、俺の言ってることが。5番さん俺に言ってたからね、8の言及について。で、なんかそれで黒いって言って、で8番さんが今日その言及に答えたことどう思いました？5番さんはどう思いましたか？8番さんは正しいと思いました？そういうことを言ってたと思いますか？7番さんに、5番さんに聞きます。でも1個5番さんに聞きます。なんか、まあ、自分が役職に出ていて、そこの精査で正しい精査を言っている人間、その理由もちゃんとずっと喋っている人間が、なんだろう、怪しいって視点に新役所だった時になることがあるかっていうのを5番さんに聞きたいです。どう思います？5番さんなる時があるかどうかを聞きたいです。役職で自分が出ていて、この精査をずっとしていて、まあ予想としてもある程度正しいっていうか、納得ある程度できるものを言ってる人が、なんつったらいいんだろうな、その精査だけしてないっていうで、そこだけ怪しむことってあると思いますよね。小林さん、イエスかノーかでお答えください。あるかないかで、あるっちゃある時あるかもしれないけど、ある時が多いか少ないか。どうだろう、占いわかんないんだよな。まあ、9、1なさそうも、まあ、まあ、そりゃそうだろうぐらいな感じだから、6番さんのね、それが新要素にはなんないと思ってんだよな。5か8だと思ってるかな、狼は。で、あと、どうなんだろう、騎士の内訳。まあ、騎士。4番さんが発言します。はい、まあ、全て説明するからちょっと聞いといてもらいたいんだけど、俺6番白田遅れて打った6番が偽っぽいなと思ったのね。8番の6番のその要素が6番に対して真っ当なことを言ってる発言に聞こえる8番狼像もあるって思ってたから、
9番が適当に6番8番は真っ当すぎて追えないっていうか、6番8番真っ当すぎるみたいな雑な精査だったから、9番狼像あるんじゃないかって一周目でも述べてる。だからちょっとやってみたかったっていうのは正直あるんですけど、6番が出てきたから6番に白を打って9番が逃げるかどうかを見てたんですよね。で、案の定というか、まあ、1番が4番殺せると思って出てきたんですけど、6番の発言を聞いて6番が真だった時に、4番があの盤面でスライドしたら6番の考察が鈍るから、6番の考察が終わってからスライドした、それだけっすね。まあ、多分ね、1番がね相当狼臭いんですよ。1番が狂人だった時に6番9番の相方が相方から縄がかかるかもしれない状況下で1番が出ないと思うから、さすがに。だから1番狼で4番に勝って新芽を勝ち取る、かつ1番って4番強人だと思うから今日9番行ってくださいって言ってるじゃないですか。安直な精査ですけど、1番5番ローロ6番強人が見えてる1番が決めに来てる可能性まであると思うんですよね。だから2番さんは4、6番9番守れって言ってるんで、多分6番強人が見えてる1番が9番の芯を殺したい考察だと思うから、今日その駆け引きに俺が勝つから、マジで俺を信じて一番言ってくれん。今日2、6、9、ここのグッチョブを俺が起こすから頼む。1黒引けるから一番言って。あのさ、6番は変なことしないでほしいって言ってて、で6番に文句言ってて、そのムーブならいいけど俺に文句言ってんでしょ。3番さんの前半、6番は正しいんでしょ。おかしなことをしちゃいけないんでしょ。あるかないかってこと。それなら6番に文句言うべきだよね。真面目にやるのはおかしいって、7と1みたいな変わったムーブが正しいって言うべきだよ。だから私やりましたは通るよ。なんで7番がおかしくて6番が普通で変なムーブしてるの。さよなら。やっと出した考えでもありかもねって言ってる人だっていう、8番の言ってることが本当なんであれば、俺は3番に捉え違いをしてたかもしれない。それはそのずらして考えるっていうことと、思考転換は、同じなんじゃないかって3番が言ったから、それは3番ごもっともになるなと思いました。で、4番が真なんであれば俺はありえないと思ってます。なんでかっていうと、6番が5強人で見てるってなった時に9、4ローローになるわけじゃん、6番目線って。その時に結局4番目線がもし人外だったら9の芯が透けちゃうから、結局、4番が、6は、4番が狼だったら6番強人に見えてしまう世界線から、自分が釣りにかかれば6番、6番が、4目線人外だと言えるわけじゃん、4番目線って。だから6番に仕事をさせれる構図になるから、自分が、騎士すらして釣られにかかってきたのかなと。4番がそのまま居座っちゃえば6番がいるおかげで9の芯が透けちゃうからだと思ってるんで、1読んでみたら4が 100% 偽かなと僕は思ってます。はい、相方位置は8かなと思ってます。投票してください。アバターをタップして選択できます。いや、だってさ、6番って、ちゃんと変なことやるなって言ってるんでしょ？俺は許容範囲もあるよって言ってるんだから、それがおかしいんでしょ？じゃあ、で、変なムーブしました。じゃあさよならっていう。言われてもしょうがないじゃん。さよなら。投票を終了しました。追放されるのは、4番、3です。4番さんが発言します。あの感情も入れないし、はい、な、4番が仕事をするために4番が強人で騎士スライドって通ってないくない？5番さん、まあ、1号ローロー6強じゃないの？めちゃくちゃ見えるけどね。1番が4番に勝てると思って出てきた狼で9番を殺したいって言ってるんだから、対抗人外の4番じゃなくて9番を殺したいって言ってるんだね。まあ、俺ガチで死んだから、ちょっと俺のせいにしないでね、絶対に。しないでほしいので、私が勝手な行動した本当に死んでたんですけど、必ず一番最初に縄をかける進行を取ってください。その話、特に7番さん。無理です。俺は1号ロロ6強で、マジで決めにかかってきてる考察見えるし、5番が1番が9番釣りたい様相を、何も言わない。6番は変なことするなって言ってて、7番は一応許容範囲があったけど、7番の人が悪いそうなんで、さよなら。
決めにかかってきて6番の人がおかしくなるはずです。変なことした人、4番だったら勝てるわって言って固い信仰なんて俺は嫌だっていうべきだと思います。6番が教授に応じて認めた人いたっすか。いやもう別に勝手にすればいいんじゃないですか。夜になりました、そのままお待ちください。だから変なことするなって話だったと思いますけどね。感情は入れないんで、別に負けたらこの人のせいにできるんでしょ。じゃあラッキーじゃん。うん、僕ラッキーだなぁと思ってます。もう別にこれで負けても悔いはありません。はい、負けても別に悔いがないことに対してグダグダ言うこともないし、いいんじゃないですか。だって自分自身が行ってる言論ゲームで6と7って7の方が許容範囲があったのに7の人がおかしいんでしょ。で6の人がまともなんでしょ。で変なムーブしました、うん、言ってることとやってることが違いすぎても言葉出ないからさよなら。ここは生産も落とさないですもん。これを外したとしても別に僕はもうスコロックマンなんで。なんだよこれ、ドンキューローロとかだろこれ、ドンキューローロだろこれ。8番さんが発言します。あーやっぱ3番か、3クロなんで7番3番、俺絶対3番いくわ。うん、四角白じゃねえかよ。あれ4番さんの色結果って出してます。2番さんそれだったら 3番いくわ絶対これ。絶対これもう俺の票、絶対俺も6進で見てるもん、まあ、3番さんのそのプレイスタイルっていうのがよくわかんないんですけども、8番が言っていたのは本当にそのままなんですよ。なんか6番さんの発言で、占い師出る前ですよ、6番の発言で、まあなんか猫より犬の方がいいだろうって言っていて、7番さんはまあ猫がいい時もあるけどね、でも犬もいいよねって言って、なんか同じこと言ってるなみたいな。多分1周目2番さんか3番さんどちらか忘れちゃったんですけど、7番さんが話がまとまってなくて緊張してるように思えたっていうところとちょっと似てます。本当にそれだけで、3番さんか5番さん聞かせてよって言いつつ、結果的に怪しいのが5番8番って言ったのがちょっと分かんなかったかなって感じぐらいですね。で3番さん黒だったらそんななんか謎発言するかなっていうのも一つあります。ただ6番さんと9番さんはすごいいい意味で分かんないです。どちらもうまいというか発言が。で1番さんに関しては、なんで1番さん投票したかって、1番さんが8番を評価した理由っていうのが、6番騎士すかすの良くないですよって言った部分を、1番さんが騎士だから納得できたって、八番さんが拾おうって言ったんだったら理解はできたんですよ。一番さん騎士持ってるから。一番に投票してるやつなんで評価者されに決まるだろ、九番三番っていうのと、四番さんが何者でやってるかっていうのが理解できなかったけど、人外でやるっていうのもあんまり追えなかったからですかね。九番行くかどこ行くかっていうのは二番さんに任せます。九、うん、番さんが発言します。まず昨日の盤面で1、4で考えて4番っていうのが新機種としてやってる行動じゃないんだよ、まず。まずね。自分はなんか、俺に9番に対して6パチ、まともでめっちゃ評価したって言ってるんだけど、俺は6パチが無理やりある発言しかしてないが、6パチの引っかかる要素がある7番よりもって言ってるから、4番が言ってることはめちゃくちゃだったんだよね。後付けのようにしてるんだけど、ただ4番が狼だった場合って、そういうスラすることって自分の振動を下げる行為でしかないから、狼じゃなくて狂人で盤面見てやってる行為にしか見えなかったわけ。まあ今となっては4番が死んだった可能性とかを以前に、まあ、俺からしたら561に絶対2陣外が回ってる、もしくは3陣外になってる可能性もある、6狂人だった場合。ただ6強人だった場合のコードかっていうと、俺は6番結構大きい目で見ていて、6番っていうのが昨日3勝になった盤面かにおいて進路路とかもあるかもって自分から先に言っといた挙句、5番が強人っぽい、ああでもそうだったら4番が使用してるよな、盤面ちょっと整理できないけどって言ってるのがめちゃくちゃ変やろ。自分で進路路とか言ってるんだったら5番強人に見えるんだったら、4番が6番白出してる時点で4球がロールに見えるはずだから。まあいや、だから6、5か、まあワンチャン6、1か。でも1番が4番の対抗として出たのも、なんかそういう盤面見てからじゃなくてすぐ出たと思ってるから、やっぱ4の進化があんまり追えない、俺は。ただまあ2番言ったようにもうローラーするんだったらいいんだけど、それやったらまあ5番の色確認して5番がどういう人物か分かるから、それだけ。
1番さんが発言します。はい、護衛6番なんですけど、まあ、なんか理由もしっかり述べてくださいって言われたんですけど、私2周目の時点であんまり6番9番のねペースはできてませんって言ってるわけで、なんか4番がすごい熱動してるんですけど、私は2周目の時点で6、9を聞いて、まあ2、1に行って結構、まあ例の指示によるけど割らないから初期入ること結構あるんで、あの話聞いてたけどよく分かりませんでしたって言ってるわけね。だからその時点で4番が1番のまあ目標をね、私9番にしたなんて言ってないからねじ曲げて、まあ、かつなんかそっから引っ張ってなんか5番で囲いが入ってるからなんか決めに来てるって言ってるんですけど、まあ、そこは4番にセオスなんで、まあ、1番で決めてほしいんですけど、まあ、2番がローラするって言ってるんで難しかったないとして、まあ、1番が、まあ、一応6番に合意を寄せた理由は、まあ、2周目の6番の考察と9番の形聞いて、まあ、どっちが、まあ、スケールとして私と、まあ、どっちが合うかなって思った時に、まあ、若干6かなと思ったのね。僕あんまサインないからね、ちょっとあれだわ、適当すぎって言われたら申し訳ないんですけど、まあそういう感じね。はい。で、まあ一応私の残してくれるんだったら3番初見入れてほしくて、まあこれは3番が黒いとかじゃなくて、私から見た時に4番の強陣確定してて、6級の進路確定してて、まあ3番の色見れば、まあ、てか私2番超えできるかね。だから、まあ心理がわかるわけ、全体としてね。まあ足し点から見た時に、私が狼で6級の心境の可能性があるから、占いに手をかけるんじゃなくて、3番に色を見てほしいって言ってます。はい、ちょっと時間なくなっちゃった、私本当に時間の使い方が下手、ごめんなさい。はい、2番さんが発言します。はい、1番さんの提案は1番真だった、それは分かります。はい、十分に分かります。申し訳ないですけど今日は1番さん行きます。はい、で明日は9番が5を占えば全目線って9が5白結果だった場合って新郎新郎盤面か三黒盤面かってのも分かると思うんで、9が5を占って色をつけたらめちゃくちゃ盤面すっきりすると思ってるんで、今日は1番さん行ってください。で私噛まれます。で3目線っても16ローロを追わない限りってもう5番さんって黒じゃないですか。はい、そこも考察聞きたいと思ってます。はい、まあ、5番さんで気になったのが、まあ、4番強陣推理してて9の芯が下げた云々って考察してたんですけど、4って6しろってるんで9の芯がつけたんだったら4強陣だったら仮定ってそのまま居座ればいいんじゃないか。芯の9番って情報釣りでメジャンゴ釣られる可能性で一番セオリーだったら高いと思ってるから、5が6に対しての精査を聞いて4が強陣だと思って、あ9の芯が露呈したわと思ってスライドしたっていう考察なんだけど、普通に4番強陣ってでもその考察聞いたとしても9番ってメジャンゴ4が白を打ちしてるんだから日本が占い残れば真の9って釣られるんでセオリーで、なんかそこは引っかかりましたね。それを加味して6を盲信9の盲信した6の考察によって9の真が透けて4がスライドしたっていう考察じゃないですか。そこはあんまよく理解はできませんでしたぐらい、はい、ぐらいから。ただそれで5が偽黒いっていうわけじゃないけど、そこは思考がありませんでしたね。はい、なので今日絶対1番さんみんな投票してください。1番さん の進行めちゃくちゃ理解できるんですけど、申し訳ないけど明日信用勝負でいいと思って。3番さんが発言します。はい、お願いします。なんだろう、だから分かるんだよね。8番さん目線はなんか5番さんはなんか俺の8の指摘に対して5番さんは8番さんは6と7が全然違う反応しをしているから3の8指摘がずれてる、まあ、6と7って言ってること一緒だけど、そこがどこ気になったのって8番さんの話で分かったんだ。なんか犬と猫の話して7の発言なぞってるだけや、そこが気になったって意味で、まあ、そこはもう俺の聞き違いだったんだけど、小林さんは初日に俺に対していやいや3はなんか3の8の指摘は変だ、まあ、変だったんだけどね、それは変だったんだけど、でも 6と7の言ってることは全然違ってみたいなことを言って、なんか8の組み取りを過剰にしすぎてたんで、小林さんはなんか話聞いてたら多分そういうことは8番さん言ってなかったと思うけど、すごい過剰にして俺を殴ってたのが小林さんは黒だったからなんじゃないですか。5、6黒か、それとも6強、5、1黒かは分かんないけど、6、1、オカミ、オカミでないと思うよ。だって2人ともさ潜伏してて6が占いで、でその後
4がスライドしたから1が出てとかってあんまりしないと思うんだよね、別に。しなくね、その判断。最初から占い進路とか作ろうと思ったら、占い騎士で進路を、別に1番さんが指定入って、強いかでも、作って強いか。4が釣れるって判断してするだってことか。16もあるっちゃあるね。まあ、9番さんの占い結果次第だ。キューバさんの占い結果次第ですね。5番さんが発言します。そもそも9から3番まで気づいてないですけど、8番は9行くって言ってるんですよ。8番は9行くって、9行こうかどうしようかなって発言で、9番は、561に3人がいるかも、もしくは2人がいっていう話をしてて、9番さんって自分の占った8から強人だと思わないのって思いましたけどね。なんでか教えましょうか。だって、1がもし真なんであれば、2守れるわけじゃないですか。そしたら、3釣りでもいいわけですよね。3釣り、おは6釣り番目になんないですか。6は仕事を終わってるからっていう。なんないですか。うん、なんで8番で9かなとかって言ったんですか。その発言聞いて9って8完全村人だと思ったんですか。自分釣られようとしてるんですよ、9番さんって9かなって言われてるんですよ。うん、まあ2番さんに言われたことは、まあ、セオリーでは9番なんですけど、結局なんか4番さんって1が対抗出てきて芯が出てきて芯を取りたかったですよね。でもやってることって9番の芯を透かしてるようにも見えるか。どうなんだろうな。いや、違うか。違うのかな。いや、4番、もうなんか、チューブラリな。でも3番さん、今度おかしくなったな。俺は3釣り流れだと思うんだけど、この盤面って。違う。で、1、2を守らせてとか、安定進行でいくのかな。4というプレイヤーはあんなトリッキーなプレイして、なんか負けたらどうこうって言うけど、負けたらあなたのせいですよ、普通に。6番さんが発言します。4番の芯切れてないのって2番だけなんでね、3番投票行ってもらいたいんですけどね、僕の理想としては。僕、新郎郎なんて一言も言ってない、よ、嘘です。新郎論のケアを村はしないといけないから、村視点に立ったときは、クロストップして、その後に狼を釣って勝てない場合は、新郎論のケアで占いローラーっていうのもいいんじゃないですかって言ってます。僕の目線で、この盤面、新郎論ありますね、みたいな発言、一言も残してないんで、それは9番の熱度だと気づいてください。あと、9番の偽要素、先に喋っておきます。1周目、5番さんの落ち度なんですけど、これに関して弁明してほしいですね、5番さん、白なんで。1周目ですよ、僕が資料する前のタイミングって9番で一角してたわけでしょ。9番が一角してて、3番にしろって打ってます。その状況で3番殴りしかほぼ越してないんですよ、5番さんって。それは5番さんの落ち度だと僕は評価してますので、そこに対しては弁明を求めます。ただその落ち度がある5番さんっていうのをガン無視して9番って2周目8番殴ってるんですよね。自分が一角してる状況で、なおかつその先を殴られてる、殴ってる5番っていうのに目がいかないのが9番の偽要素ですよ。どこを殴ればいいかっていうのを頑張って探してて落ちたんじゃないですか。見落としたんじゃないですか、その5番さんの要素っていうのを。真の占い師であれば、一角してる状況で自分の城先殴ってるやつめちゃくちゃ怪しいと思いますけどねっていうのが9番の偽要素です。3番占った理由は、初週言ったように9、8あまり見えないな。で、2週目で9番の殴り位置7番も入ってたんで、どちらかというとないのかな。なおかつ2週目の3番の発言のがずっと5番殴りでしょ、全く色もいなかったんですよ。3番占ってくるんです。投票を行っています。そのままお待ちください。8番が決めてくれればいいけど、1、4の審議つけらんないの。投票を終了しました。6級の審議で3釣れるだよ、普通の村。追放されるのは1番
本当に5番、8番って七神で本当に正気なの。1番、7番って1死んで6死んで3番怪しんでる人らね。山田さんに来て3番って欲しかったですけどね。7番がミスリードしてたら7番噛まねえだろ、1番。私は、6番、7神に分かんないんだけど。6神聞いたら割と6番死んかなと思っちゃったから、基本6番死んのも9番3番。何してんの ?9 番3番死んのがあるかなと思ってますけどね。1と4の強靭だろ、なんか7神は謎ですけどね。なんで1釣ってんの、まあ、?6 守ってるやつなんて死んでしかねえと思うけど、強靭で意味ねえだろ。2番守れなかったら1、2世つけんだね。周りかし9、3で初日囲ってた場合は、あ、でもどうだろう。まあ、6番後ろ出してるから関係ないか。ただ1の発言もやべえよ。9、3か6、5だろうよ。まあ、9、3か6、5だろうよ、1視点よ。まあ、頑張ってください。私は分からないんで。なんで肝心なとこでこの子は話せないんだろう。9、3か6、5だよな。そういうところが1のやばい様子だけど。あの、肝心なところだけ言ってくれ。あとの、もう、人の話なんか別にあのどうでもいいんだよ。重要なとこだよ。9、3か6、5だから一致して。されたのは2番3です。3番3が発言します。小林さんの黒要素を説明します。そうですね、だから言ったじゃん、驚きだわ。と言ってるけど、一三ローローだったんだ。似たようなことを言ってました。でも5は6と7は違うことを言ってますっていう理由で、僕のリスト一番黒いと、あ、小林さんはね、一番ってマジで変な要素って、おかしいと思いませんかね、八番さん。一三って、でね、六番さんのライビュー別にそれで俺にはならないと思う。九白打つ意味ないだろ、これ。別にそれで、九八のつながりが切れるところってあんまりないと思ってるし。5-1ローローだってことこれ。それで切れたと思って、俺を占ったかっていうか、真なら別に隠し色作ろうと思ったから占ったって方が自然なんじゃない。なんかそんな、オカミチを9から除外してみたいな。9が死んだっつうのこれ。切ってって、占う人は。どういう紙してんの一番って。死んだったら。なんでこんな斜め上の紙してんの。1の死んだっても3つっちゃうから、1、偽なんだ。昨日ね。9視点で、6死んだったら3、8番さんが教授に見えないかっつってるけど。だって、なんつうんだろうな。16狼だったらさ、7番さんって巨人に見えない、巨人に見えるし、巨人が抜ける可能性があるグレー神ってしなくない？てか、7番さんがもし村でもなんか実巨人みたいに扱ってね、16狼だったら、君打つって言ってるから、霊能抜きゃよくない普通に。だから、なんだろう。16狼の視点が見えるって、おばあさんの視点は偽装っていうか、ちゃんと考えてたらなって分かると思う、グレー神の時点で16狼。だから八強人の可能性とか、小林さん本気で追って発言してないと思ってるから、小林さん追って気づいてほしいです。以上です。5番さんが発言します。まあ6番さんに返答すると、俺片城でも別になんか気になったら殴る位置なんですよね。位置ってか気になったら殴る人なんですよ。うん、俺って、なんか、別にそれで一角して、例えば9番しかいない中で9番が一角して、じゃあもう9番目線俺が怪しいって言って釣られるんだったら別にいいかなっていう人なんで。ただ、3番今ちょっと話聞いてなかったですね。僕は8の強靭追ってましたから、前回。8って強靭なんじゃないですか。だって、なんで9から行くんですかって。1って死んだった場合、2守れるし、で8目線って、3か6なんじゃないんですかって。だから8は狂人あるんじゃないんですかってちゃんと言ってるんですけど、だから9偽なんじゃないって話をしてるけど、3番ってもう
ボロ出ちゃいましたね。僕は八強陣で見てましたよ。八強陣の目線でも追ってました。はい、で7が 1騎士、新騎士だって確定するのは普通でしょ。うん、6のあのムーブと最後の遺言聞いたらなおさら普通だと思うんですけど、7強陣は追えないと思うんですよ。うん、まあ、この段階下でも強陣は狼、一郎は落ちているんで、僕は3番さんに行きます。6番さんが死んだとあったんで、これはね結構ね白でもねなんだこいつってなんだろうって思うところ結構殴っちゃうんですよね。俺三番さんにやられちゃったね。なんか三番さんは俺のことを回収しようと思って味方にも一瞬つけようとしたんだよね。だから俺になんかこう Q&A を唱えたんだ。うん、はい、3つあります。6番さんが発言します。9番超人でしたね。1番が狼だったんだっていうことに気づいて、村の皆さんありがとうございますってところです。昨日3番つってたら1番に正直縄届いてた自信ないんで縄届いてた自信がないっていうか、3番のあでもそうか、3番の黒見えたら僕の芯が上がるから、それはそれで大丈夫かっていうところですね。初日で囲われてましたね。9、3か6、5、1番は言えなかったんだよ。9、3がなって白だったんで。遺言で。で、4番が入ってなかった。9、3か白だったんで、1番が6、5を言えなかったんだよ。結果論です。正直言って、4番の、その、捏造がめちゃくちゃすごかったんで。9、3か6、5でしかない。それは1番、が言えなかった。が言ってた通り、1番って9番に行くなんて発言一言も残してないんで、5、6、1、捏造して、3人外は7巻だろ。自分は騎士なんだって主張してるやつ、5、6、5が7巻だろ。で、直前の5番さん、昨日触れられなかったんですけど、時間ちょっと足りなくて。8番って、昨日の段階で9番って言ってたんですかね。僕、それ拾えてないんですよね。まあ、拾えてるんだったら5番さんの主張通るんですけど、めちゃくちゃなんか落ち度作ってる5番さんだなっていう風に感じてるんで、僕は拾えてないからね。拾えてるんだ、村の皆さんが拾えてるんだったらあれなんですけど、そこは8番さんの村に任せます。3番の黒要素。初日の2週目ですね、1番、4番、差がついてない、6番、9番、差がついてないっていう視点なんですよ。で、ずっと5番殴ってた人物なんですよ。1日目の2週目で盤面出揃って、ある程度の発言も出揃って、すべき発言ですか、行動ですか、3番さんの黒寄せです。で、なおかつ、1番、4番の差がついてない時に、1番に行ってる理由って何ですか。で、それも黒寄せですね。内勤8番さんが発言します。まず5番さんの言う通りなんですよ。自分9番さんが自分の発言の後だから引っ掛けようとかだったらかっこいいんですけど、素直に1番さん行くのかどうなのか2番さんに任せますっていうところを9番さんかなみたいな、9番さんって言っちゃったただのミスですね。数字間違いというか、うん、だから5番さんは発言を聞いているなっては思ったんですけども、まあ場面を自分なりに整理した時に9番さん新目線の時に5、6ローローでしかないんですよね。で、6番さん死んだった時に1、3ローロー、急遽って時にすっごい盤面だけですね。盤面だけなんですけども、4番さんの騎士すらからの1番さんの騎士用がめちゃくちゃ早くて、1番さんが狼で用意していってわざわざ騎士で出る必要があったのかっていうふうに思うと難しいなって思うのと、9番さん死んだった時の5、6ローローっていうのはもう6番さんがまず5番さんを囲い、5番さんは白崎だけど巨人の可能性があるよねっていう部分っていうのを作り上げて5、6でやり取りをしていたと、5、6の相方って見えづらくさせるためにやってたっていうのもすごく見えづらいから、それだったらうまいなっていうのがすごく思うんですよ。で、確かに5番さんが3番さんにやってた部分、3番さんが8の発言こうどう思う5番って言っていたのは、5番さんが言ってる通り5番を味方につけようとしていた部分、評価集していようとしていた部分あるよねって言ってたのも理解できるんですけど、逆に3番さん狼で8番、あ、超むずい。1番さんが狼ってあんまり思えない、申し訳ない。以上。9番さんが発言します。
まず発言からすると、昨日の5番占う前にも狼かなって思ったんだけど、5番っていうのは9番が8番の巨人を追わないのって言ってるんだけど、別に8番の巨人なんか、もしくは3番の巨人なんか追う必要がないんやね。言った通り1号6に3陣外がいるかもしれない、もしくは2陣外。8番は巨人だった場合は1号6に黒が2つあるわけだから、俺からすると5番の占いはいいだけなんや。あれ5番言ってることがめちゃくちゃでも、もう陣外でしかないなと思ったのと、6番が9番が熱としてるって言ってるんだけど、6番っていうのは自分の口で、まあ村目線とかどうか関係ねえや。進路の話をしてるんであれば、5番が強靭に見えて、4番が出たから、わからんっていうのはならないって話。村目線だから自分はなんか進路とか見えませんって言うんだったら、それこそおかしいやろ。あと、盤面的な話をして、少なくとも1、4で比べたときは、1番の方が進歩かった。それは初日で、俺の白さ9含めて3パチが、1に入れてるんだけれども、そうやった場合って、昨日の1番の発言で、仮に2番も1番の新置きできるんだったら、1番があえて2番合意しなかったから3番の色が見えますって。3つった後に守れなかった場合は1つられるだけやろ。1、3でやってる行為じゃないから、6番がなんで俺に白出したのかがマジで意味がわからない。強靭で相手やったのかなとも思った。イチゴなのかなって。まあいいや、とにかく。盤面だけじゃなくて話もめちゃくちゃやから、ちゃんと考えてください、8番も。あと5番が言ってる、6番が言ってる、8、7、8じゃなくて5番に目が向くはずだって言ってるんだけど、俺が強靭だったら5叩きつかないよ。何やってんの？投票を行っています。そのままお待ちください。七神って一体何して七神なの？六番五番ってそんなおっかしな攻めしてんの？負けたらいいじゃん。票回収できる人がいて。悲惨な気がしますけど、じゃなかったら六五が七神はもう無理。追放されるのは三番三です。試合終了と勝利しました。うん。